この前、バナナの株周りの草引きをしておいたフレームハウスのバナナ株周りに用土入り不織布ポットを配置する仕事も始めました。これは銀バナナです。シルバー。一本立ちなので、なるべく株周りに草や落ち葉を放り込んであげようと思って、ちょっと外周を広めに取って並べ始めてみています。今日は他の仕事をやってからここに来たので、まだ5個の不織布ポットを並べただけなんですが、次続きをするときに、この辺にトークンイチゴのランナーがだいぶ伸びてきていますので、不織布ポットを置くスペースを作るために、10本やそこらの苗を掘り上げて、これは家に帰る前に他の畑にですね、キウイ畑のイチゴの畝のところに定植していこうと思いますけどもね。台風18号ですかね、が沖縄、九州の方に近づきつつあるので、今日は曇り空で時折小雨がぱらつきますね。明日、明後日ある程度降って、ちょっと乾き気味の土を潤してくれるといいんですがね。そろそろ秋という感じがしてきましたね。さて、これを持ち帰って定植して、あとは午前中というか昼ちょっと過ぎまでの仕事は終わりにしようと思います。フレームハウスの外側のアンデスの乙女の黄色い小花もだいぶ少なくなってきましたね。いずれ鞘がブランブランと ぶら下がる光景になりますけれどもね。バナナの一列目、レイアウトを変えた一列目もある程度は大きくなったので、あとは外回り、株回りの防寒をしてやれば、大体は耐寒性がある苗たちですので、越冬できるんじゃないかなと思っていますけどもね。アイスクリームバナナなんかも葉がらが折れて、葉身が下垂し始めましたが、もうこのままです。このような枯れ葉、そして枯れた葉がら、葉柄ですね、など何の役に立つのかと思う人もいるかもしれませんが、これは上から上からぶら下がってくればですね、こちらでもまだ3枚ですがね、そちらのアウランティアカみたいにですね、上から上から枯れた葉がら
葉っぱがぶら下がれば家計保護になるというのは、まあこういう姿を見ていればわかりますよね。それが人間が外から見たよりもバナナ自身はもっと恩恵を被っているんですね。例えばいろいろな素材できっちりこも巻きしてやると人間の見た目にはこれでまあ寒さもだいぶ軽減するだろうと思うかもしれませんが、それはあくまでも人間の見た目でして、バナナが家計で体感する低温の軽減とは違うんですね。ですからその辺がバナナの気持ちになってみるというのは、あるいは植物の気持ちになってみるというのはですね、なかなか難しいことなんですね。まあ馬鹿げた話が、鉢植えで育てている何らかの植物の葉っぱが折れたからって折れたところをセロテープで貼って、まあかわいそうにこれで少し楽になったでしょうなんて、傷板でも貼ったような感じになって親切にしてあげたと思っていた、まあ三重県の方の男性がいましたがね、まあそれは大間違いでしてね、折れた葉はそこでまあカットしてあげれば信用が出てきますしね、その方が親切なんです。あるいはセロテープなんか貼んないで放っておいてやる方が親切なんですね。だからそういう意味では、こちらのアイスクリームバナナ、のこれはダメになった親株が朽ちている姿、そしてこれが出てきた水芽がかなり大きくなってフレームを葉っぱが突き出ている。フレームの一番高いところで3メートルですから、この葉身は3メートルを越しているんですけどもね、こちらの葉身を垂らし始めているアイスクリームバナナも葉先はとうにもう3メートル越して3メートル50以上あるかもしれませんね。そして株元を見たときにこの膨らみですね、この膨らみはなんて言うんでしょうね、女子中学生、女子高校生ぐらいでしょうかね、が色気づいてきた姿を象徴していると思うんですね。それでまあバナナの場合にはですね、ここにこれから、ここはクワで土寄せとかできませんので、近辺の土あるいは別に用意してある腐食土をこの親株、ダメになった親株そのままにしておいて、周りにこう土をですね、そうですね、腐食腐ポットで4、5杯も土寄せ代わりに株周りに敷いてあげたら親切かと思うんですがね。そうして地表面の温度が下がっても、まあ、この辺までですね、この膨らんでいるところから上のやや膨らみが現じたところあたりまでは逆、まあ別な表現をすると膨らんでいる、ぷくっとこう膨らんでいるようなところは土を敷いてあげて、そうして現状の地表の温度をやや上げてやるっていうんですかね、あるいは陶器に、玄関器に
それ以上は下がらないようにする、温度がですね。して、あとその上に草とか落ち葉ですね。まあ、この辺のイチゴはちょっと掘り上げないといけない苗もあるんですけれども。そして、まあ、ちょっと離れたところには、もしかしたら時間があればですね、不織布ポットを、そっちは置けませんから、こう半周でも置いて、その内側にさらに何度か落ち葉、枯れ草などをマルチングしてあげるというふうにすれば、これはまあ冬に耐えて、そうして来年ですね、さらに大人っぽくなって、いずれは出来するという姿になると思っているんですけどもね。まあ、その辺ちょっと手抜きしたりするとですね、寒風がきつかったり、霜がきつかったりですね、例年よりも厳しい冬になると、手抜きした分が余計後でマイナス面になって出てきてしまうんですよね。まあ、その辺は植物の気持ちになって、人間の気持ちを覆いかぶせるというよりも、バナナとしてはどう感じるんだろうって頻繁に観察して、ああ、葉っぱがもう新鮮な緑じゃなく、やや黄緑がかってきて、これは低温をだいぶ感じていて、それが家系、舌の神経にも伝わっているなとか、あくまでもバナナの変化をよく観察して、そうして栽培者としてどうして欲しいんだろう、あるいはどうしてあげたら本州温暖地で寒い冬をしのぎやすくなるんだろうという気持ちで見てあげないといけないんですね。まあ、葉っぱが折れたらセロテープを貼るとか、まあ寒いだろうからいろんなものでぐるぐる巻きにしてやるとか、まあそういうことではなくてですね、特にバナナの場合には葉っぱの状態と葉殻の状態と家系ですね。と、今言いました、この地際の家系の太り具合などをよく観察して、総合的に判断する必要がありますね。で、ムサオリの子の実もですね、まあこれはもう収穫してリンゴ追熟しなくても、自然追熟してもおそらく黄熟するだろうという程度にはもうなってきてるんですけどもね、もうちょっと置けそうだなと、まあ台風がどうか わかりませんが、もうちょっと置けそうだなと思ったら、もうちょっと置いてみるということで、まあ沖縄でしたらですね、上の方の樫がやや黄ばんで、例えばコウモリが1本2本突っつくとか、カラスが突っつくとか、まあそういうことがあってから収穫すると、美味しい手頃な追熟待ちのバナナになるんですがね。まあ、ここでは実がなってもですね、コウモリがやってきて突っつくとか、そういうことはありませんので、まあ、経験上、もうちょっと置いてみて、あと、まあ、10月のほどほどのところで、これは本数が少な、樫の数が少なかったので、早めに丸くなってきているので、まあ、11月まで待たないで、10月中に収穫して、残り2本の家の方で5、60本、あるいはそれ以上ついているものは、なるべく置けるだけ置いてみよう。
と思っているんですね。まあ、こういうのはもう経験上の勘に頼るより他ないですね。そうして1週間ぐらいの自然追熟で美味なバナナを食べることができれば一番いいわけなんです。